このブログもいろいろ視聴者の感想を読み直したり、まあいろいろしまして、今まであまり触れなかったことですね、まあ、それも少し触れてみようかなと思いまして、まあ、今日はこのディープステートを論じる必要があるかというタイトルなんですね。まあ、私は今まで一切そのディープステートとか陰謀とかユダヤとか、まあ、国際金融資本とか、まあ、そういったものについては、私はブログでも放送でもですね、テレビ放送とかそういうものでも、また私の著述物でもですね、あまり書いてきたことがないんですね。まあ、これについても何回もお叱りを受けておりまして、武田はここの世に陰謀がないと思ってんのかと、この世の中はユダヤ資本で全部牛耳られているのに、そんなこと考えなくてどうするんだと。もしくは最近ですと、日本はシュメール人が元だから、シュメールのことを分かんなかったら日本は分からないじゃないかとなんですね。まあそういうお叱りっていうのが非常に多いわけですが、私のスタンス、まあ人によってこうスタンスっていうのがあるんで、もちろんディープステートをスタンスにしておられる、根拠にしておられる、まあ、有名な外交官の先生もおられるし、まあ、陰謀論が非常に多い方もおられるんですが、まあ、そういう見方もあると。ただ私はですね、そういうこう物事の裏というのをですね、考えないでやっていくという、まあ、攻め方なんですね。これはですね、ほとんどどんなものでも陰謀や裏やそういうものがあるんですね。例えば、まあ私が言っている中ではですね、アメリカが西に行くときに、アラモの砦、スペイン戦争、まあ、それから、まあ小さいもんではハワイ占領もそうなんですが、まあ、それからもちろん日本の真珠湾事件攻撃、それからベトナムのトンキン湾事件、それからまあ9.11、フセインのイラク戦争と、オレンジ革命、ウクライナ、もう山ほどですね。それからニカラグアとかですね、それは中南米ではもっとすごいんですが、ほとんどそこに CIA の陰謀の影っていうのが感じられます。それからさらにその CIA の陰謀の影には、アメリカの大統領とか、それから軍産共同体とか、それからさらには、まあ、ディープステートと言われるさらに奥にある、国際的な組織、もしくはアメリカの中の利権組織というものがあるわけですね。で、実は私がそれにあまり、分かってはいるけど、あまり直接的に言わないのはですね、それで説明すると非常に簡単なんですよ。こういうことで、韓国は日本を憎んでるとか、まあ、中国と日本の間はうまくいかないとかですね、まあ、そういうふうに言っちゃいますと、もうほとんど全てが解析されるんですが、しかし私たちは同時にですね、忘れてはいけないのは、同時に選挙制度もあれば、マスコミもあるし、マスコミがまあいかに変質してようとですね、マスコミもあるし、最近ではこのネットなんかもありますしね、ありとあらゆるそのこう我々は情報機関というのを持ってるわけですね。もしもそれで、まあもう陰謀というのは山ほどあって、どれが陰謀なのか陰謀じゃないのかわからないわけですよ。私の、技術の分野でもありましてね、温暖化なんかそうで、陰謀論で説明しようと思ったら その1988年の6月23日の上院の公聴会における陰謀っていうのは非常に、まあ、報道もされてるし、まあ、それによって、温暖化という幻の科学が生まれてきてはいるんですよ。ですからそれで説明すると非常に見事に説明はできるわけですが、しかし我々は選挙があり、議員があり、議会がありですね、それからマスコミがあり、我々の目がある、ネットがあるわけですよ。まあ、ネットのない時代もありますけどね。その中で最後に生き残ってきたものが事実なんですよ。その最後に生き残ってきたものに到達するまでですね、まあ、あるいは陰謀から始まったかもしれません。
張作霖の爆破事件でもですね、どんなものでも自作自演であるとか、まあ、この前愛知のトリエンナーレですね、あれも実は陰謀だったという考えもあるわけですね。でその時にですね、陰謀で整理をするか、それとも起こっている事実で整理をするかっていう2つの事実の整理の仕方があるんですよ。それで私はですね、一貫してですね、今まで一貫して事実に基づく整理をすると、それから陰謀論を取り入れる場合はそれはこういう陰謀があったに相違ないと、裏にはそういうふうな陰謀があったと仮定すると物事がうまく説明できるっていうことは全く私は考えないんです。そんなことやったらですね、事実とは異なることをやってしまうことになります。したがってもし陰謀論を使うならですね、陰謀が非常にはっきりしていることだけを取り上げます。例えば、ベトナムのトンキン湾事件、それからイラク戦争の時の大量破壊兵器、これらはですね、陰謀であったってことがメディアやその他の、証拠もしくは暴露文書などで、客観的に明らかになってますから、それを使用しておりますが、不明確な陰謀論については私はそれほど主力に置いてないんですよね。その主力に置いてないのはなぜかと言いますと、証拠のない陰謀論を使うと根拠のない、陰謀論に基づいて私の意見とか考えを結論付けてしまうことになるからですね。こういったあの物事の整理で一番大切なことは、自分がそうなってほしい、そうであれば説明がつくということに対して不明確なものを利用するっていうことが一番問題なんですね。まあ温暖化なんかそうなんですが、まあ例えば今日ですと、今日は8月の14日ぐらいなんですが、今日ですともう名古屋37度、東京36度とかってものすごい暑いんですが、サンフランシスコは20度、それから暑いと言われるマニラ、これが30度、ヨーロッパのパリとかベルリンあたりはみんな20度っていうのは具合なんですね。で、地球がだから地球が温暖化してる、じゃあなぜですか、ほとんどのとこは寒いんですけどっていうと、2つ出てくるんですね。いや、自分のいる名古屋は暑いと、だから地球が温暖化してる、いやあなたは地球なんですかとこう言いたくなっちゃうんですね。それから地球の平均気温が上がってる、誰が言ってるんですかと、IPCC というその温暖化の提灯持ちが言ってると、もしくは NHK が言ってると、しかし私が調べてみると全部都市なんですけど、都市は暑くなるんじゃないですかと、まあ要するにね、この全てですね、物事ってのは自分の導きやすい結論に非常に多くのデータから集めて言おうと思うと言えるんですね。そういう状態の時にディープステートとか、それから国際金融資本とかユダヤとか秘密結社とか、まあそういうことを持ち出すとですね、なかなかうまくいかない。でもう一つはですね、それを持ち出さなきゃいけないのかっていうことなんですよ。私はですね、事実を詳細に整理し、我々が非常に冷静ならば陰謀論を持ち出さなくても説明できると思うんですね。陰謀論というのはショートカットできるんですね。パッとあるところまでいけるんですよ。だけども事実を少しずつ少しずつ調べていくっていうことは非常に手間がいって、かつ、結論が難しいんですね。よく武田先生、これはユダヤなんですよ、ユダヤのことを考えればこれはすぐ説明できるんですよ、いや説明はできるんです。陰謀論というのはですね、陰謀側の行動とか言動を自分が推察しますから、論理的にですね簡単に説明できるということは分かるんですよ。自分の都合いいように説明できますが、私はそういうために人生をかけてるわけじゃないんで、それで陰謀論というのは全部やりません。愛知のトリエナーレも陰謀論で説明はできますが、私はいたしません。